隠して初めて女の子を自宅に連れ込む流れとなった。先輩、そろそろ手離してくれてもいいき。あ、悪い、ここまでずっと繋いでたの？やるな俺。なんとなく話がたいかったという理由が一番大きいのだが、ここに来るまでずっと手を繋いだままだった。やや名残惜しい気持ちを覚えながら朝倉の手を離す。適当にその辺座ってくれ。お構いなく。もうちょっとリラックスしてくれていいぞ。多少は落ち着いてきたようで、朝倉は部屋をまじまじと見渡していた。これが白前先輩の部屋。コスプレ衣装とかないからな。あれはバーチャルアイドルの衣装を作るために買ってるの？バーチャルアイドルなのに衣装いるの？それはなんかグラフィック的なのでできるんじゃないの？桜木赤明のモデルって自作なのか。うん、でも最近は衣装を撮影すると似た感じのモデル作ってくれるアプリとかあるし。なるほど。雑談しながら自分の PC を立ち上げる。信頼する一番の相棒は低い駆動音とともにディスプレイに光を宿した。おい、一番の相棒はつくよみじゃないのか、もしくはラナじゃないのか。で、何をなさるおつもりですか？朝倉が画面を覗き込みつつ、いぶかしげに尋ねてくる。決まってるだろ、ストーカーを見つけるんだよ。え？起動した PC に向かい軽くキーボードを叩く。放課後あちこち歩いて回ったろ。実は監視カメラが設置してある場所を中心に回ってたんだ。監視カメラ？つけてきてるやつがいたら必ずどれかに映ってるはずだろ。ああ、じゃあもう俺がハッカーだっていうことはもうバラしちゃうんだね、多分。そりゃ映ってるかもしれないけど、そんなの一般人が見られるの？普通は無理だ。だから今から引きずり出す。よどみない指の動きにキリカが見入っている。準備完了。それじゃあ行くぜ。ほんと PC を前にしたら俺は中二病全開になるからな。画面の中に自分のアバターを表示させる。こいつが天才ハッカー白前海斗の分身。その名もカムナ。ノラハム。え、知ってるの？え、なんで知ってんの？アバターノラハム。白前海斗の分身として電脳世界を駆け抜ける正義の味方。どうして朝倉がノラハムを知ってるのか。しばらく目を白黒させていたキリカがやがて声を震わせながら尋ねた。ねえ先輩、何年か前にさ、政治家の汚職の証拠がネット上にばらまかれた事件あったじゃん。あれか。真相に大手をかけている様子の朝倉だったが、その話は個人的にあまりしたくなかった。白前海斗の正体より今はストーカーの正体の方が重要である。まあとりあえずそれはさておきだ。始めるぞ。ノラハム出動である。画面の向こうに広がる0と1の光の世界。回線の中を高速で駆け抜け、街の監視カメラを制御しているシステムへアクセス。すぐさまブロックされるが、こんなものを新聞のクロスワードの方がはるかに難解である。顔パスも同然の気軽さでロックを解除し、悠々と内部へ侵入。放課後、朝倉と共に街へ出た周知眼とそれぞれの監視カメラの前を通った時間は記憶してある。それらをまとめて一気に抜き出す。次の瞬間、画面上に監視カメラの映像が無数に表示された。嘘。赤子の手をひねる方が両親が痛む分まだ難しいな。めちゃくちゃ生きるじゃん俺。ふっと息を漏らし、絶句しているキリカに気取った笑みを向ける。あ、自分でも自覚してんだ、気取った笑みって。だが朝倉は不安そうにこちらを見つめ返してきた。けどこれ犯罪でしょ。こんなことしたら白前先輩が。そんなことよりお前の方が大事だ。間を置くこともなく、まっすぐに朝倉の瞳を見返しながらカッコつけたセリフを言ってしまった。うわ恥ずかしい。ハッキングに夢中になると気分が高揚してややキザな面が出てしまうらしい。悪い癖だ、さぞ笑われるに違いない。がしかし、息を飲んだ朝倉がぼーっとした表情でこちらを見つめている。夢と現実の境が曖昧になったような見惚れるような表情。あ、もうこれは落としたね。女の子にこんな顔向けられる日が来るとは。しかも実質で。先輩、さっき言った汚職議員が捕まった事件の時さ、これとそっくりなアバターがネット中走り回って悪い奴らを片っ端から摘発してたよね。そんなこともあったっけ。大物政治家の一大スキャンダル。それを皮切りに関係する警察や暴力団の黒い関係。
国家権力が犯罪組織と汚い金でつながっていた事実、善良な市民から不正に巻き上げられた金が全て裏社会に流れていた証拠など、国家から芋づる式に海が吐き出され大騒ぎになったことがあった。それをやってのけた男が生きがった一人のハッカーであったことを知る奴は少ない。これ同じアバターだよね、まさか。息を呑む朝倉の視線をまっすぐ見返すことができない。恥ずかしかったからだ。あの時は義憤や功名心に駆られことを大げさにしすぎた。正体がバレるようなヘマはさすがにしてないが、後にも後にも先にもアバターを晒して大々的に活動したのはあの一件だけだ。ネット上に残る伝説の義賊ノラハム、その正体はなんてことない。女の子に過去を掘り下げられてドギマギしているただのぼっちである。誰にも言うなよ。口に人差し指を立てて横目でちらりと朝倉を見やる。なんかどんどんキザになっていく俺が。白前先輩がノラハム。信じられないといった様子で朝倉が後ずさりする。その先にはベッドがあり、白道をつくように朝倉がベッドに座り込む。それでもまだ朝倉は熱い眼差しでこちらを見つめ続けていた。なんでそんなに詳しいんだよ。だって私あの時感動して。感動？たった一人で国家ぐるみの犯罪に立ち向かっていろんな人たちを勇気づけてたじゃん。これまた恥ずかしい記憶だ。相手は汚職にまみれた大物政治家なら、最後にとどめを刺せるのは民衆の声だということは分かっていた。だから汚職の証拠をばらまくとともに、たくさんの人たちをたきつけるようなことを言って回ったのだ。権力や理不尽に負けるなとか、正義は我にありみたいな。ああダメだ、思い出すだけで死にたくなってくる。大したボキャブラリーもないのに陽動か気取りだったのだ。黒いひどい黒歴史である。私あなたの言葉に感動したんです。ついに敬語まで使い始めやがった。やめてくれ、大したことじゃないんだ。大したことだよ。だって先輩の戦えって言葉が今でも私の支えなんだもん。そういったのかもしれない。記憶にすらない一言だったが、その一言を口にした男はたった一人で本当に権力を相手に戦ってみせた。その行動がここにいる一人の女の子を今も勇気づけているらしい。ならあの戦いには自分で思う以上の意味があったのだろう。とにかくそれはもういいから、ほら監視カメラの映像を確認するぞ。そういったものの朝倉は恐縮しきってしまってるらしく、なかなか近づいてこない。理解が追いついていないのだろう。仕方なくこういう言い方をしてみることにした。あー古本、悪い奴を捕まえるためにお前の力が必要だ。協力してくれるか。はい。近づいてくる朝倉はオーディションの合格発表で名を挙げられたかのように晴れやかな表情で立ち上がった。並んで画面を覗き込む。その距離も心なしか先ほどまでより近い気がした。お互いがお互いにとっての憧れだった。そんな奇跡のような偶然があるのだろうか。自分のしたいことで誰かを勇気づける。もしかしたら朝倉の活動方針もノラハムに影響を受けたものだったのかもしれないと、いろいろ考えていた時、朝倉が画面の一点を指し示した。この人さっきも映ってた。ずっと私たちの後ろにいる。拡大するぞ。疑わしい人物を特定し、その顔が映っている角度からの映像を探し出して拡大する。すると、え、この人知り合いなのかな。朝倉キリカをつけ回すストーカー、その意外な正体が明らかとなった。お、あ、またボイスが入ってないやつ。なんでだろう。誰だ、そして誰だったんだ。真剣な表情の朝倉を隣を隣を黙って歩くストーカーの、ストーカーの正体が判明してからずっとこの調子だ。と言ってもストーカーの正体発覚の直後はもっと動揺してたんだけどな。どうしてあの人が。さあな。じゃあなんかまあ知り合いだけど、まあ顔見知りぐらいの感じじゃなくて、もうちょっと親しい人みたいな関係の人なのかな。ハッカーでも人の心を見抜くことはできない。動機を知りたいなら直接確かめるしかないんだ。考えても答えが出ないことは考えるな。ハゲるぞ。ハゲないし。よしよし、言い返せるくらいには回復したっぽいな。あ、先輩この辺りでいいよ。わざわざ送ってくれてありがとう。あの調子だと車にひかれそうだったからな。あれこれ考えず早く寝ちゃえよ。
明日今後どうするか連絡するからいいな。うん、じゃあね、ありがとう。お礼は全部解決した時に取っておけ。ふう、ただいま。お帰りなさい。あ、帰ってた。なんだかいい匂いがするな。炊き込みご飯を作ってみたんです。お、それは楽しみだ。あ、うまい。ちゃんとあれだね、ご飯のイラスト変わってるね。パンとかじゃなくて。おかわりもたくさんあります。どうぞ召し上がってください。あ、本当に羨ましいわ、この家に帰ったらご飯がある状況。何杯でもいけそうな味だな。最高最高。つくよみが来てくれてよかった。あ、そうだ、学食はどうだった？大勢ゾロゾロついてったけど。何も問題はありませんでした。食べたご飯はどうしてんのかな、その後。吐き出してんのかな、うんこになるのかな。楽しかったか？そうですね、賑やかでした。新鮮な体験をしたという意味では貴重な時間だったかと。しかし私は大勢と食事するよりもマスターが食べているのを見る方が楽しいです。結婚しよう。そうなのか。ぼっち飯が一番落ち着く人間にとっては分からん感覚だった。そういえば月読みって味覚もあるのか？もちろんです。味を評価できなければ美味しい料理は作れません。すごいな、このロボットは。ロボットって言うな、月読みって言え。そりゃそうか、栄養価だけで判断してたら青汁ばっかり出すことになるもんな。しかし味覚は感情に左右されます。好意を持っている相手との食事と嫌いな相手や落ち込んでいる時の食事、明確な差異があるというデータが。ほう、それはわかるな。小さい頃母親に怒られながら食べた飯はまずかったよ。マスターが学園で一人での食事を好むのは周囲に親しい人物がいないからと推測できます。皆まで言うな。そうかもしれない。こうしてつくよみと食べてるのは別に嫌いじゃない。食べてるのは俺なんだけど、よかったらつくよみも食べるか？ありがたいご提案ですが、マスターのために作ったお食事ですので。まあつくよみも食べたらね、余計ないらん食費がかかるからな。ケチ、俺ケチ。一緒に食べるともっとうまく感じるかもしれないって話をしたばっかりだろ。お、ありがとうございます。今とても幸せです。あ、ついに AI に幸せという感情を与えてしまった。大げさだな。あまり喜ばれたものだからこっちまで恥ずかしくなる。ごまかすためにガツガツと炊き込みご飯をかき込んでおかわりを要求した。私の分もよそってきます。機嫌がいいのはいいことだ。一人での食事という話題で思い出したのですが、キリカ様のストーカーの件はどうなりました？それで思い出されるとは、あいつもなかなかのボッチャーだな。ボッチャーって言うんだ、ボッチの人のこと。監視カメラにハッキングして尾行してるやつの顔を割り出した。知ってる顔だったよ。それでショックを受けたキリカ様をお家の近くまで送ったということですか？全てお見通しだ。ああ、明日ストーカーを呼び出すつもりだ。直接話つけてくるよ。私も同行した方が？いや大丈夫だ、つくよみはまだクラッカーを調べてるんだろ。はい、残念ながら解決には至っておりません。解決してたらさすがに一言くらいあるだろうからな。朝倉もこの件につくよみまで絡むのを望んでないだろうし。かしこまりました。どうぞお気をつけくださいマスター。ごめん、しゃっくり我慢してたらすげえ変な発音になったわ。そっちもな、センタラル AI のクラッキングなんてサイバーテロだ、テロリストだ。はい、警察発表でもテロリストと。近所にそんな奴がいるのは俺だって気になるからな。ネット上で追跡した時この付近を停電させられたってことは、俺の住所を嗅ぎつけられてるってことだ。めちゃくちゃ危ないじゃん。俺が攻撃される可能性はゼロじゃないからな。それについては最大限の警戒をしています。テロリストが、つくよみが、テロリストが、テロリストを、つくよみがテロリストを調べてるのは俺のためでもあるんだな。ありがとう。朝倉の方は俺が何とかするよ。わかりました。繰り返しになりますが十分に注意してください。護身用にピストルを用意いたしますか？逆に捕まりそうだからやめて。そんなもん持ってたら俺が捕まるわ。人が多い場所で会うつもりだし大丈夫だろう。大丈夫かな。この前なんか
あのなんか盗撮犯だと思ったら放火魔になり果てたやつがいたからな。そんな顔するなって、大丈夫大丈夫。取っ組み合いになってもまあ多分負けないだろう。嘘、なんで嘘、パソコンしかいじってないのに、なんでそんな腕っぷしに自信があるんだ俺は。相手が相手だからな。ああそういうことか、そういうことか。ってことは女の子とかなんだろうな多分。あれ、またボイスがないし、なんか暗い顔してるし。キリカ、元気出して。朝倉のストーカーの正体を突き止めることに成功した翌日、俺はファミレスに朝倉を呼び出していた。先輩、おっと、初めて見る肩が出ている珍しいタイプのワンピースだ。ボス、こっちこっち。やや浮かない顔の朝倉がやってきた。どうしたの？休みの日にファミレスなんて。あ、実は大事な話があるんだ。なんですか？背筋をピンと伸ばした朝倉が頬を赤らめる。いきなりそんな、てかなんでファミレスで？そうだそうだ、高級フレンチレストランでしろ。あ、周りに人がいた方が安心かなって。緊張するかもしれないけど、よく考えたけどやっぱりこうするのが一番いいと思う。お前のこと守ってやりたいんだ。そんな恥ずかしいことはっきり言われたら。何言ってんだ、大事なことだろ。そうだよね。いいか、落ち着いて聞いてくれ。はい。これから、これからストーカーと決着をつけてくる。いきなり立ち上がって大声を上げた朝倉に店中の視線が注がれる。突然どうしたんだよ、びっくりするだろう。なんでもない、なんでもないから。真っ赤になって萎縮した朝倉が肉ぞしげにこっちを憎んだ、睨んだ。それでストーカーと決着をつけるってどういうこと？どういうことだってばよ。あ、これからストーカーに会ってこようと思う。実はもう連絡して駅前に呼び出してあるんだ。だからやっぱ呼び出せるような間柄の人ってことだよね。でも生徒会長だったら俺連絡先知ってんのかな。知らない気がするんだけどな。でもまあ連絡先知らなくても呼び出す手段はあるか。誰かな。やっぱ生徒会長だと思うんだけど、いや違う。あいつかあのなんか一回出てきたムカつく感じのピンクの髪の毛のあいつか。わからん。まさか説得してやめさせる気？あ、危ないよ。何考えてるかわかんないやつなんだよ。わかってるけど、このまま放置してた方がよっぽど危ないだろう。その後ちょっと調べてストーカー行為の裏は取れた。いざって時はどうにかできるさ。だけど先輩が私のためにそこまでする必要なんてないよ。私も一緒に行く。本人にバレたって分かればストーカーもおとなしくなるかもしれないし。まあ一理あるっちゃある。逆上して襲ってきたらどうするんだよ。お前はここで待ってろ。でもなんか取っ組み合いになっても勝てるって言ってたじゃん。だからって心配すんな。作戦も考えてあるし、危ないことにはならないよ。ノラハムの仕事だ、信じて待っててくれ。そう言うと朝倉はしばらく下を向いて黙り込んでしまった。絶対危ないことはしないでよ。無事に帰ってきてよ。ああ、約束する。さっさと片付けてくるよ。終わったら一緒に何か食おうぜ。軽い調子で手を振って店を後にする。朝倉目が潤んでた。可愛い後輩にあんな顔されるのは今日で終わりにしないとな。指定した時間まで駅の入り口を見張れる場所で待機する。相手は何を考えているかわからないストーカーだが、朝倉のために気合い入れてかないとな。お出ましか。目的の人物がやってきた。誰かな。本命はあのやっぱピンクの髪のムカつくやつなんだけどな。やや離れた場所からストーカーの姿を確認する。その正体は？だあ、こいつだった。キョロキョロと周囲を見渡している人物こそ朝倉をつけ回していたストーカー。なお神奈月愛理というらしい。以前朝倉と知り合って間もない頃、廊下で話しかけてきたあの不審な女である。
あら、かわいい。なんでも、朝倉のクラスメイトで、朝倉と同じくバーチャルアイドルをやってるらしい。あ、ちょっと一回メッセージ消しとこう。いやー、ストーカーだからね、許せないっていう感情で来てるはずなんだけどね、かわいい。アイドル名は、カミナ愛理。本名をもじったものだろう。今や星の数ほどいるバーチャルアイドルたちが、カミナ愛理はその中でもかなりの古参。活動期間と知名度だけなら間違いなくトップクラスだ。初めて会った時、見覚えがあると感じたのはそのせいだった。だが朝倉と大きく違うのはアイドルとしての活動内容。アイリーは自分とそっくりなアバターを用いてバーチャルアイドル活動を行っている。そのアバターがなんとネットの中から現実に飛び出してきた。現実とネットの世界を順に聞きする電子の妖精、カミナ愛理ちゃんという設定で売ってるらしい。なるほど、いろいろ考えてんな。やっぱり売れる人はそういうところもしっかり練ってるんだな。朝倉じゃ絶対に真似できないやり方だ。愛嬌のあるビジュアルとやや天然な性格を生かして動画を見てくれる人と楽しい時間を共有する。あちこち節操なく顔を出す活動の幅のアイドルの広いハイドルだった。しかしだ、それは調べようと思えば誰でも調べられる、いわば表面上の顔。挑発的な態度で朝倉との関係を探ってきた時のことは忘れられない。こいつの本性はどんなものかと試しに、アサリだったっけ、でもすぐ読み方忘れるよ、アサリのプライベートな情報をハッキングしてみたところ、ハッキングするな、そこはもうハッキングすんのかい。その結果にゾッとした。アサリの PC のアクセスログを漁ってみたところ、桜木あかりの動画にアクセスしている数が尋常ではなかった。有名なバーチャルアイドルの身辺や個人情報の考察ページにも頻繁にアクセスしていて、さらには先日屋上で朝倉と話してた時にドアの外で物音がした。あの時、あの後念のため学校の電子ロック制御している PC のアクセスログを調べてみたのだが、まさにあの時間、何者かがロックを解除しようとドアにアクセスしていようとしたことが分かった。その端末の持ち主を探ってみたところ、アサリのプライベート端末にビンゴ。失礼。あの時屋上に侵入しようとしてたのがアサリであることは確定。監視カメラの映像も踏まえ、ストーカーの正体はアサリであると結論付けた。だが朝倉に聞いてみたところ、アサリとは特に親しいわけではないらしい。となると考えられる可能性は一つ。こいつは朝倉キリカイコール桜木あかりという事実に気づいたのかもしれない。朝倉の身辺を漁り、ライバルである桜木あかりのスキャンダルを狙っているのか、あるいは物理的な排除を画策しているとしたら、やはり放置するわけにはいかない。よし、始めるか。アサリはファンと交流するためのアカウントと仕事関係者にのみ明かすプライベートアカウントの2つを使い分けているらしい。昨晩そのプライベートアカウントの方に直接メッセージを送った。あなたのバーチャルアイドルに対するカードリズムでお話ししたいことがありますと。げえ不穏な匂音さ。じゃあ、一回鼻噛んでくるわ。いやいや、不穏な匂音すってなんだ。ニュアンスをほのめかしつつ、今日この時間ここに来るよ指定しておいた。今、プライベートアカウントに載っていた番号に電話をかける。ひとまずこちらの姿も正体も隠したまま電話で様子を伺うつもりだ。向こうにしてみれば得体の知れない男からいきなり電話がかかってきて、ストーカー行為に対する警告をされるのだ。自分がストーカーに会うのと同じかそれ以上の恐怖とプレッシャーを感じるはず。視線の先でアサリがスマホを取り出した。交渉開始である。がそれにしてもなんだあの格好。アサリはやけに気合の入った格好をしている。顔出しアイドルは迷惑行為にメスを入れられる時もおしゃれに気を使うのだろうか。はい、もしもし。アサリが電話に出た。幾度となく頭の中でシミュレーションを繰り返した。うまくやれるはずだ。まずはストーカー行為の事実確認から。本日はご連絡くださり本当にありがとうございます。なんでいきなりお礼なんだよ。まずごめんなさいだろうと思って言葉に詰まっていると、あれ、連絡くれた方ですよね。本日はどちらに向かえばいいでしょうか。あ、いや、そこにいてください。ここにですか。あまりだらだら喋る意味もない。さっさと本題に入ってしまおう。実は少々鬼女のことを調べました。なんで嬉しそうなんだよ。まあ、仕事のなんか電話だと思ってんだろうな。意味はわかりますよね。このまま記事を野放しにすることはできないと考えています。今まで言われたことの中で一
なんか違うな。なんだこれは。普段どんだけひどいこと言われてんだよ。まずは鬼女の目的を教えてください。鬼女っていう、あなたでいいの。目的、夢ってことですか。もちろん世界で一番のアイドルになることです。あ、すごい、想定通りの回答だ。え、想定通りなの。やはり他のアイドルを蹴落とすためにストーカー行為をしている。いや違うだろ、この笑顔は違うだろ。犯人の自供にしてはやけにポジティブな声だが、まあ細かいことはいい。そうなるとやっぱりこのまま返すわけにはいきませんね。はい、もっともっとステップアップしたいです。応援していただけますか。するわけねえだろ、どんな神経してんだ。あなたの行動のせいで迷惑をこわぶっている人がいると理解してますか。迷惑、あ、ひょっとしてこの間のこともご存知なんですか。どれだ、ようやく少ししおらしくなった。違うんです、あれはわざとじゃなくて。わざとじゃない。はい、巨大ドミノ倒しの剣です、ね、なんだその面白そうな剣は。私が転んで完成直前だったドミノが台無しになったやつ。あー、なんか台無しになったけど、アイドルとしては美味しいやつ。この間の生放送の事故じゃねえか。アーカイブで見てよ、悔しいけど笑ってよ。見てんのか俺。ちょっと待て、本当に通じてるのかこの会話。あの、今日ここに呼ばれた理由は分かってますか。はい、もちろんです。アイドルのお仕事についての打ち合わせですよね。ちげえよ。違うんですか。だってお仕事用のアカウントに連絡くれたじゃないですか。いや、プライベートアカウントに。あ、なるほど、仕事関係者にしか明かさないプライベートアカウントっていうのは営業も兼ねてたってことか。まあそうだよね、基本そうだよね。まあ高校生だからわかんないか。てっきり仕事で知り合った人と気兼ねなく話すためのアカウントだと思ってた。お仕事の話じゃないんですか。じゃああなたは誰です。あ、急になんか俺が不審者みたいになっちゃったじゃん。これはもう本題に入った方がいいな。失礼、もう単刀直入に聞きます。あなたは同級生の朝倉きりかさんに対してストーカー行為を働いてますね。え、ようやくあさりがお平行させることに成功した。平行させることに成功。無駄な遠回りをした気がするが、ここからが本番だ。そんなストーカーなんてしてません。警察に動いてもらい証拠も上がってます。あなたが朝倉きりかをつけ回してる証拠がね。警察というのは嘘だ。 PC にハッキングしたなんて言えないからな。朝倉さんはとても怖がっています。この場で二度と彼女をつけ回さないと約束していただけますか。そんなつもりだったわけじゃありません。私はただ桜木あかりの正体を知りたかっただけなんです。桜木あかりの正体？桜木あかりは謎に包まれた天才アーティストなんです。この前見たけど、もう一回テキスト消しとこう。私、偶然キリカちゃんが秋教室で桜木あかりと同じ曲を練習してるところを見て、それがあまりにも上手だったから、もしかしてって。もしそうなら、今の業界で最も影響力のあるライバルがすぐ身近にいるんですよ。徹底的に調べ上げて負けないように対策を練るのはそんなにおかしいことですか。なるほど、ライバルを警戒していただけなのか。伊達に長年バーチャルアイドルをやってるわけじゃないらしい。ではあくまで朝倉さんと桜木あかりのつながりを調べていただけだと。はい、けどまさか警察に相談するほど怖がらせてたなんて。どうしよう、この話大きくなっちゃうのかな。本気でショックを受けてしまったらしく、アサリはうつむいてしまった。一流のアイドルとしてライバルに食らいつく執念は凄まじい。仮説とはいえ、一応真相にたどり着いた勘の鋭さも群雄割拠のアイドル業界には必要なものだろう。だがアサリなりに一生懸命なだけだったのだ。嘘で怖がらせたままなのはさすがに悪いか。ごめん、警察に動いてもらったってのは嘘だ。自分のスマホを振りながらアサリの前に姿を現した。先輩、朝倉から相談を受けてな、ストーカーに困ってるって。いろいろ調べはしたけど、今回のことは俺と朝倉しか知らないから安心しろ。そういうことですか。ああ、朝倉にはちゃんと謝れよ。お前の鍵回り方、真剣すぎてマジで怖いから。しばらく黙っていたアサリだったが、ようやく状況を飲み込めたらしい。ごめんなさい、先輩が桜
桜木あかりの秘密を守ってたんですね。秘密の番人。まあ大したことはしてないけどな。認めましたね。え、今はっきりと認めましたね。桜木あかりの正体がキリカちゃんだって。やられた、完全にやられた。バカお前声がでかい。しまった、やられた。おかしいと思ったんですよ。学園の屋上、電子ロックがかかってるはずなのに、キリカちゃん普通に入ってくし、電子ロックを開けられるくらい機械に詳しい人が身近にいないと説明つきません。キリカちゃんの交友関係は洗ってみたけど、先輩くらいしか友達いないっぽいし。お前も探偵になれそうだな。今日だって私のプライベートアカウント見つけ出して騙したし。先輩さてはかなりパソコン詳しい人でしょう。先輩がキリカちゃん、いいえ、桜木あかりの動画作りをサポートしてたんですね。ああ、そこに行き着くのか。パソコンに詳しいイコール動画とか作ってる人ってなるのか。ドンピシャではないが、極めて近いところまで一発で踏み込まれた。これであの天才的な楽曲の秘密が分かりました。桜木あかりはキリカちゃんと先輩の二人組のチームだったってことですね。うん、俺にも広告収入入れてくれないかな。いやそれは違うぞ。今さらごまかそうったってそうはいきません。ついにずっと追いかけてた桜木あかりの尻尾をつかみました。今後は先輩のこともライバルの一人として見ますからね。なんてこった、朝倉のストーカーを懲らしめてやるつもりが、こっちに飛び火するなんて思ってもみなかった。私は世界一のアイドルになるんですから、狙った獲物は逃がしません。それじゃあ先輩、今後も天使の妖精アイリちゃんをよろしくお願いしますね。アイリちゃんだった、ごめん、ずっとアサリちゃんって呼んでたわ。ごめん、ほんとごめん。まあ待て、朝倉のことは大丈夫です。迷惑かけたりしません。私たちは見てくれる人に夢を与える仕事をしてるんですから、お客さんたちが興ざめするようなことは絶対にしません。プロだ。桜木あかりの正体は誰にも言わないし、つけ回したこともちゃんと謝ります。それだけは信じてください。ペコリと頭を下げるアイリにこっちが面食らった。おうそれじゃ、そのうち再生数でも人気でも桜木あかりに勝ってみせますからね。そう言ってアイリは満足そうに駅の中へ消えていった。凄まじいやつだったな。強敵に目をつけられたってところか。受難は続きそうだが、まあとにかくこれでストーカー事件は落ち着くだろう。朝倉のところに戻ろう。戦勝報告だ。おお、神様のような君へ。なんか新しい感じのカットイン。っていうかこの体験版どこまで続くの。めちゃくちゃ長いな。いいんだけど、嬉しいんだけど。また次回お会いしましょう。チャンネル登録よろしくにゃん。